陸王 VFD1200 陸王 RQ750 陸王 RQ750 陸王ベルイ1200陸王とはかつて日本で製造販売されていたオートバイのブランドである生産された車両は主としてアメリカのハーレー・ダビットソンを源流としていた実用車としてのオートバイは大正時代から日本に輸入され特に大型で強力な アメリカ製二輪車のハーレー・ダビッドソンやインディアンなどはしばしばしゃ付きで観光庁、民間に用いられるようになっていた。大日本帝国陸軍もこの例に漏れず、偵察、連絡などの用途で機動力のあるオートバイの活用に着目するようになった。昭和期に入ると日本でのオートバイやオート三輪の国産化の動きが高まり、日本政府や軍も 国産製品の導入を推進した。一方で、国内産業保護政策として輸入されるオートバイには多額の関税がかけられるようになったため、輸入者の国内販売価格は高騰してしまった。1933年当時、ハーレー・ダビッドソンの輸入を行っていたのは、製薬会社の産業の多角経営策で設立された。 参加企業の日本ハーレーダビッドソンモーターサイクルだった。同社は関税対策と当時の国策への協調の見地からハーレーダビッドソンの日本での現地生産をアメリカのハーレーダビッドソン本社へ申し出た。ハーレー本社にとってはこのオファーにはうまみは少なかったが当時のハーレー本社は世界大強行の煽りを受けて業績が悪化しており 新モデルへの設備更新時期でもあったことから、日本法人の要請について了承することとなった。生産した車両を日本国外へ輸出しないことを条件に、サイドバルブエンジン車両の生産に関するライセンスやツールすべてが日本側へ供与された。したがって、この三強制ハーレーは、交換言われるようなハーレーダビッドソンの模倣もしくは、無許可コピーではなく、 正式なライセンスを得て生産されたものである。こうして、日本ハーレー社の手で国内生産が行われることになり、1934年以降1934年型のハーレーダビッドソンモデル VL を本格生産開始、その後1935年型のモデル R も国産化して以後の使用車種となった。日本ハーレーは1935年には社名を、 三協内年期に変更、日本製品としてのイメージを高める糸の公募により、陸王という日本名が付けられた。この時に公募名を選ぶ立場にあった三協内年期の経営者の中に、慶応義塾大学出身の者がおり、慶応義塾大学の応援家、若吉の一説、陸の王者、慶応の歌詞が気に入っていたので応募の中にあった、陸王の名を選んだ、との説がある。 社名は、翌1936年に、三強内燃機からブランドに合わせた、陸王内燃機に変更され、年間数千台のペースで生産を行っていった。オートバイ、サイドカーのみならず、オート三輪も手掛けている。技術的には、旧型ハーレーの国産化モデルであり、やや自流遅れであったが、アメリカ製大型二輪車の主流レイアウトである V 型、二気筒、チェーン駆動を引き継いでいたため、 アメリカ社なるた日本の保守的ユーザーには好まれた。日本陸軍はその最たるもので、軍用に開発されたサイドカー付き二輪車、97、式側車付自動二輪車も多くの面で陸王がベースとされた。しかし実際の陸王は、工作機械一切をアメリカ本国から導入していたにもかかわらず、アメリカ本国製のハーレーを凌駕するものではなく、品質面では、 若干劣った。これは1937年以降戦時体成下にあり、良好な資材の入手が困難になりつつあった日本での厳しい制約ゆえである。軍用生産された97式も陸王製のモデルより、王と三輪、黒金のメーカーの日本内燃機が生産した同型車の方が高品質だった。陸王内燃機は黒金と異なり、 技術面で市場をリードするほどに卓越した企業ではなかった。1941年7月の普通印進中をめぐって日米間の関係が悪化し、同年12月に日米間で開戦したものの生産は継続された。1945年の終戦直前に生産が一旦停止されたものの終戦直後から再び生産を復活させている。 生産は継続されたものの、終戦後の混乱期にあった日本で大廃棄量の大型バイクを生産しても販路は薄かった。結局、1949年に陸王内燃機は倒産し、元航空機メーカー、昭和飛行機の資本参加で別会社の陸王モーターサイクルが事業を継承した。さらに1950年代に入ってからの日本では、 戦後型イギリス車やドイツ車の新たな技術トレンドを取り入れたより軽快な小型、中型オートバイが多数の老舗、新興メーカーで生産されるようになり、戦前型ハーレーから差したる進歩のなかった陸王は市場の潮流から外れた鈍重な大型車としてますます反路を狭めていった。このため陸王も1952年以降は、 ハーレー系でない中型、小型車の生産をも、開始、販路の拡大を目指したが、大小の有名無名メーカーがひしめき合う、軍有拡挙の戦国時代にあった1950年代の、日本のモーターサイクル業界では、経営体質脆弱かつ開発力不十分な、陸王の生き残りは困難だった。労使紛争などもあって、経営は行き詰まり、1959年を最後に、 陸王の生産は打ち切られ、陸王モーターサイクルも翌年倒産した。当初生産されたオートバイは、サイドバルブ V 型に機筒 1208cc のエンジンを搭載した車両であり、これは当時のハーレーダビットソンモデル VL という車両を国内で生産したものである。戦前の陸王は軍需に依存していたため、生産の中心は軍用サイドカーだった。日本人の体格に合わせ、 陸王としては、小型の 750cc モデルも生産し、戦後一時期は白バイなどにも採用された。しかし、1200cc では、フロントのスプリンガー式、ボトムリンクサスペンションや、後輪固定式シャーシなどを遅くまで使用するなど、シャーシ設計の急閉鎖は後年まで陸王の弱点となった。また、ハンドシフト、手動進角、手動オイルポンプなどといった、 戦前のハーレー特有の特殊な操作体系も末期の RT2 が登場するまで変わらず説明書の操縦法を熟知し手慣れたものでなければ壊さないように乗りこなすこと自体が難しいといった点もイギリス車やドイツ車の流れを組む後発メーカーの単純な操作体系の車種に押される要因となってしまった。なお陸王が生産されていた時からエンジンのオフレイアウトは実用化されていた。 1936年にオフレイアウトの傑作エンジン、ナックルヘッドを市販化したハーレー本社からもオフエンジンでの生産を進められたが、サイドバルブエンジンがすでに軍用車両で使われ、実績があったことから、あえてオフを使用しなかった。しかしそれは、エンジンの高性能化を妨げる要因となり、太平洋戦争後は、 高発メーカーによる高性能で軽量な小排気量車両に押されるようになっていった。こうした事態を打開すべく、1952年には BMW の短気筒バイクを参考に開発したオフ短気筒エンジン搭載のフットシフト中型車 A 型を登場させ、その後 250cc の F 型なども市場投入し AB、AC 及び FB、B FC 型へと発展させているが、品質に関わりすぎたことがたたり、他社との価格競争に敗退。最後まで、陸王イコール、ハーレーのイメージが抜けなかったこともあってか、大型車両中心の経営体質の改善に、つながるほどの売上を達成することはできなかった。750cc 陸王も、エンジンをオフに改良した、試作品の製作までは行ったものの、 生産までには至らず倒産してしまった。250ccf 型の広告1955年。ありがとうございます。